評価されるかされないかはどうでもよくて、とにかく難しくするっていうことをテーマに、人と踊るってことは基本的にしなくて、ずっと一人でやってます。日本ナンバーワンB-boyの浩平です。自分のダンスはもう 98% ぐらいは理論なんで、その理論的に考える部分っていうのは動物から来てるのかなと思います。こんにちは、ボクサーです。今日は僕の練習とかを密着してくれるらしいんで、一日よろしくお願いします。キャップがウッドブロックっていう、宇田川さんっていう知り合いの方がやってるブランドで、パムって、これもデザイナーさんが、俺トビタっていう言うんですけど、珍しい苗字つながりで仲良くなった。でこれがダムグッドっていう友達の B-boy がやってるブランドですね。でこれはアディダスキース、ちょっとこう原始さんっていう人にスポンサードしていただいてるアディダスオリジナルで、靴下がコーヒーシュプリームっていう渋谷のコーヒー屋さんなんですけど、人見知りが発動して買いに行くのが恥ずかしくてネットで買いました。バトルはダンスアライブの関東予選優勝して、ザ・ゲームって大阪のハウスバトル優勝して、こまごましたのはいっぱいあるんですけど、大きいのはそんなもんです。休日は5歳の娘とだいたいフードコートみたいなとこ行って、ミスド買ってスイッチやってるのを眺めてる、はい、仕事がある日はだいたいレッスンの前にちょっと1時間ぐらい練習してレッスンして、昼間はちょっと軽く筋トレとかして、あとまあだるまの絵を描くのも空いてたらしたりしますね。いつも練習してるスタジオユニアスっていうレンタルスタジオがあるので向かいます。スタジオ借りての練習は週2ぐらい、技術練とかは家でやるので、実質踊ってるのは週6とか7とかですかね。人と踊るってことは基本的にしなくて、ずっと一人でやってます。ハウスはシンボルイズムっていうチームがあって、拓也さんと進さんっていうお二方が代々木でアンスってスタジオやってて、そこで始めて、その後アルマのヒロさんとか習って、で今は一人でやってる感じですね。ハウス以外にもいろんなジャンルをやってて、今はジャンルにそこまでこだわりはなく、とにかく誰にも似ない踊りをしようと思ってやってる感じですね。やっぱボクシングプロ試験に落ちてもう一回やろうかと思ったんですけど、ボクシングって引退があるんで、もう絶対に引退したくないっていう、引退の決断はできないなと思って、ダンスは引退がないんで一生踊れるなと思って、まあ、ダンスにしました。21歳ぐらいですね、大学2年生の時、高校2年生から大学2年生まではボクシング、入れ墨をどうしても入れて生きていきたかったのと、やっぱ普通の仕事はちょっとあんまり人について仕事するのができなかったので、こうなし崩し的に消去法でダンサーになったって感じですかね、はあ、じゃあ僕がいつも練習してるユニアス着いたんで入っていきたいと思います。ここがいつも練習してるスタジオです。じゃあ着替えます。T シャツは先輩のやってるパウンドっていうブランド。練習靴はニューバランスのニューメリックっていうスケボー用のシューズですね。ニューバランスはやっぱ足への負担が圧倒的に少ない。あと軽すぎないのと、あんまり被りがないんで、他の人とっていうのがいいですね。一番最初に入れたのがすげえ恥ずかしいんですけど、このありがちな若者の憧れ、トライバル。千葉の柏に大学があって、そこで入れて、あと旅行先でポンポン、ここら辺はニューヨークのアスタープレイスっていうタトゥーストリートがあって、そこでこう入れて、首は結構要さんに、顔のない猫、あとこれヒイラギ、娘の名前がヒラギっていう名前なんですけど、イワシとヒイラギ で頭が
その魚がすずさんっていう学大かどっかでやってる女性の方に、でこっちもすずさんなんですけど、最長っていう俺の好きな鳥を子供と一緒に絵描いてる時にうまく描けたんで入れた感じですね。30個ぐらいですかね、今は。もっと増えると思うんですけど、はい。最初、ストレッチをして筋トレして遅い曲で考えたリズムの組み合わせの練習を一通りして、それとステップを合わせる練習をその後して、で自由に踊るのとかは10分ぐらいですかね。自分が考えたその複合的なリズム、最初はこう足と腰だけとか足と首だけとかだったんですけど、それをこう足していく上ですごく時間がかかるので、その肩甲骨を左右ちゃんと意識して、胸意識して腰意識してっていう、そのアイソレと呼ばれる部分を一番重要視してる。練習曲は、だいたい日本のポップ、タラサとかチカちゃんとパンピーさんとか、コロナの時にオンラインレッスンをやる機会があって、その時にこう自分の踊りを明確に言語化した方が教えやすいなと思って言語化して、評価されるかされないかはどうでもよくて、とにかく誰にも似ない動きとかを、いろんなジャンルだったりから足して、でストリートダンスの踊る上での、理論というのも僕は自分なりに持ってて、それにこう照らし合わせてとにかく難しくするっていうことをテーマに、今もとにかく難しくしたいっていうことで今のスタイルを築き上げている感じですね。一番最初はやっぱナルバリッチのステップイットって MV に出たのが、あの時まだ俺フォロワーとかも全然数字じゃないとは思うんですけどいなかったけど、 JQ さんが見つけてくれて出れたのと、城田優くんが東京っていう舞台をこの前あったんですけど、それも直接声かけてくれて出たのが転機になったんですかね。初舞台と初 MV。 最初リライトっていうコンテスト優勝して軌道に乗ったかなと思ったけど、あんまり乗ってなくて、コロナ明けてからインスタのフォロワーとかも増えてきて、ほんと最近ですね。影響を受けたのはハグリとユリナジア、考え方だったりがすごい影響されたな。ユリナジアはやっぱ僕も日本語の曲をすごい好きだったんですけど、こうやってコレオじゃないストリートのがっつりなスタイルがアーティストの人に認められたのは、やっぱあのジャブクラブとかユリナジアの功績、最初にこう映像で発信したのもやっぱりでかいと思いますし、ハグリはやっぱ一緒に踊ってて一番こう勉強になるというか、スタイルも考え方も僕好きですね、はい。大学卒業した後にめちゃめちゃ病んじゃって、仕事もこうあんまり続かない時期があったんですけど、なんかこう友達からもらった伊坂幸太郎さんのアヒルとカモのコインロッカーっていうのを読んで、伊坂さんの小説って結構人が死ぬんですけど、そこまで重く捉えてない。それから伊坂幸太郎さんのをもう全巻買って読んで、なんかこうちょっとこうその伊坂さんの世界に逃げるというか、それでなんかこうちょっと仕事も頑張ってみようかなみたいな気持ちになれた時があって、その小説、伊坂さんの小説がでかいですね。じゃあ練習も終わったんで、後輩がやってるホットドッグ屋に向かって茶をしばきたいと思います。だるまに絵を描いてるのと、あとアニマルトークって言って、僕動物が好きなんですけど、獣医さんとか文化人類学者さんを呼んで、で話を聞くっていうのを不定期でやってます。かなめさん、僕の堀市さんがコロナ中に新宿疎開さんに紹介してもらって
それで描き始めました。いろんなアーティストさんが集まってダルマに絵を描いて、まあ、販売してるんですけど、その一環で僕も混ぜてもらって、小学生のちっちゃい頃から動物が好きで、ポケット図鑑をこう学校に持ってって読んだりしてたので、本当にちっちゃい時からずっと好きで、この種類をすごい好きというよりかは本をよく読むんですけど、動物たちは何を喋っているのかっていう、山際隆一先生と鈴木俊孝先生っていう、シジュウカラの言語化、言語についての本を読んだり、あとまあ動物の感情についての本とか、魚のこの短期記憶とかについてとか、そういったものに興味がある感じですね。動物とかはちゃんと勉強してちゃんと本読んでとか、人に話を聞いてで知識を仕入れて、で理論的に考えるっていう、その理論的に考える部分が、自分のダンスはもう 98% ぐらいは理論なんで、その理論的に考える部分っていうのは動物から来てるのかなと思います。2年前までは1万人ぐらいだったんですよね。それでなんかこう気をてらった企画みたいなとか、動画を編集したりはできないんで、もう自分の踊りをこうレッスンの正面から撮って、リールのミュージックをこう載せて出すだけだったんで、1万人もめっちゃ時間かかったんで、もうこれは無理だなと思って、でもまあ1万人いったから好きにやろうと思ったらなんか伸び始めて、なんで伸びたかはよく分かってないって感じですね。でも伸びてなんかこう、それこそ城田優くんに見つけてもらったり、なんか好きなアーティストの方と一緒に仕事できたりしたんで、それがとても良かったと思います。リアーナからこう DM もらったり、エリカ・バドゥさんがシェアしてくれたりっていうので、アメリカからこう伸びてったって感じですね。後輩がやってるサニーホップに着いたんで、入って飲み食いしたいと思います。この店の社長兼日本ナンバーワンビーボーイの浩平です。どうも、日本ナンバーワンビーボーイの浩平です。いやいや、そんな感じじゃないですよ。僕はビーボーイやりつつ、まあ、お店ここ、まあ、経営してて、あと自社でクラフトビール作ってて、クルードビアっていうブランドなんですけど、まあ、ダンサーブレイキンで活動しつつ、まあ、最近はイベントの企画だったりとか、イベントの MC とか、まあ、ちょいちょいお仕事もらって、まあ、ダンサーとしてもちょっとだけ稼いでるみたいな、ね、レッドブル BC1 の MC あやらせていただきましたね、今年の、はい、うちはホットドッグとクラフトビールをメインとしたお店なの で、まあ、そのホットドッグとビールを集団として、自分たちカルチャーをまあ広める、まあ、集団として広める活動をしてるんですけど、 DJ ブースとか置いて、で夜はパーティーとかやったりとかで、あとはまあ服はなんだろう、先輩の B-boy がいて、その人たちがデーモングッドプロダクションっていうプロダクションをやってるんで、そこのチームにお願いしてこうやって T シャツを作っていただいてますね。店長の彼も B-boy なんですけど、うわ、出会いってでもあれじゃないですか、前の店舗とか、違う、イベントジャッジで呼んでくれたじゃん、昔。今撮ってますよ。俺が仕事が全然なくて知らないと思うんですけど、ジャッジとか呼ばれなかった時に、彼らが学生だった時に、はいはいはい、六本木のバトルのジャッジ呼んでくれて、そっからのですね、はい、そうですね。当時まだお店がなくて、そのお店を立ち上げたメンバーで、別でなんかイベントをやってたんですよ。その時に僕たちは呼ばせていただいて、そうだからもう頭が上がんないです。お世話になってます。なんか俺らの結構兄貴的な感じじゃないですか。一人っ子なんで兄貴になったことないですけど。じゃあ、はい、まあ兄貴的な感じ。そうですね。はい、OK です。今後ともです。はい。いつもの牛丼でいいですか。いつもの牛丼。ホットドッグね。ホットドッグという名の牛丼で、ね。はい、牛丼で。うん。わかりました。アイスコーヒーで。はい。用意します、ね。はい。はい。いつものです。じゃあ。普通のものですよ。自家製なんで、こだわりと夢と希望が詰まった味。
出します。これトロピカル、何が入ってるの？マンゴーとハラペーニョ。そう、俺果物が入ってる酢豚のパイナップルとか異常に好きで、言われてみればほぼこれしか食べてないお酒を生まれてから飲んだことなくて、入れ墨を絶対入れたかったから、スピリチュアル的な話になっちゃうんですけど、何かを絶対捨てないと世界的なものに、人間になれないんじゃないかと思って、お酒はもう一生飲まないっていう縛りを自分に課してその代わり入れ墨とか食い物とかは好きなもの食って、お酒の代わりにコーヒー飲んで、お酒の代わりに甘いもの食べて、タバコも一切一本も吸ったことないです。ナルバリッチのライブに出た時に、こう俺のことを知ってんのか知らないのか分かんないんですけど、ライブに来てるのに俺が出たらこう湧いてくれたりすると、こうダンサーだけじゃないとこにも届いてるのかもしれないなと思って、ちょっとそこが楽しいですね、はい。ここの周年が11月16日、はい、アドリフトであるんで、ちょっともうパンパンで入れないぐらい行っちゃいましょう。やばいやばい、ハードル上がる。俺も行くかもしれないんで、遊び行きましょう。ありがとうございます。またさよなら。さよなら もっともっとこう難しい技術、自分にしかない技術を突き詰めていって、舞台だったり映画だったり CM だったり、いろんな現場で活躍したいとしたいですね。今日は僕のつまらない一日にお付き合いいただきありがとうございました。またねー。